こんにちは、気功師のコウです。チャクラクリアリングシリーズの4回目第4チャクラ、ハートチャクラのクリアリングをお届けしてまいります。第4チャクラはですね、胸の真ん中この辺に位置しているチャクラですよね。このチャクラがですね、開いておりますと肉体と精神のバランスが調和されると言われているんですね。また自分に対しても他者に対しても無条件の愛を体現できると言われているんですよね。そのような心持ちで生きていけたら最高ですよね。それでは早速ヒーリングをしてまいります。はい、それでは今から10分間のヒーリングをしてまいります。よーいスタート。
はい、完了です。はい、本日は第4チャクラをクリアリングする、ヒーリング動画をですねお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。チャクラのですねクリアリングシリーズもとうとう折り返し地点に来ましたね。残り3つのチャクラも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の動画は以上です。またね。